皆さんこんにちは、上田英樹支配人の長岡です。本日はこちらの4月24日土曜日から上映の蟻地獄天国を紹介します。とある引っ越し会社に就職した西村さんと彼を取り巻く会社の実情を映し出したドキュメンタリー作品です。営業でトップの成績を収めながらも、なぜ彼はシュレッダー係に降格させられてしまったのか、そこにはブラック企業やブラックバイトなど日本が抱える大きな社会問題が根底に見え隠れします。コロナ禍でより一層不安が増す現代において、働くとは何か、人間の尊厳とは何かを訴えかける力強い作品となっています。ぜひ劇場でご覧ください。ここで皆様にお知らせです。4月24日土曜日に予定していた今作の土屋徳志監督の舞台挨拶ですが、諸般の事情により中止となりました。ご来場をご検討されていた皆様に、お詫び申し上げます。皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。